連日先行策を見せている2番の佐々木がここも風を切っていくんでしょうか。その佐々木が4番手から上昇開始、青番周回から赤番周回に入ったところで前を抑えました2番の佐々木義則。ここに短期4番の松沢までが続いていって7番の下岡は5番手まで車を下げています。前後布陣が入れ替わりました。先頭が2番の佐々木に変わっています。追走が3番の関、3番手が5番の川上、この後ろが4番の松沢で金が入って3コーナー。7番の下岡は足をためての5番手、人気を集めた7番の下岡翔也は現在は5番手となっています。金の4コーナーからホームストレッチ、徐々にペースが上がってまいります。2番の佐々木が3日間続けての先行策となりました。追走3番の関、そして後ろが5番の川上、4番手足をためるは4番の松沢圭介で、そして5番手2コーナー過ぎ7番の下岡翔也がまくっていきますが、さあ中部近畿勢まくっていくんですけれども、1番の菊谷、そして6番の川西、ちょっと口が開いておりますでしょうか。3番の関が横に振っていく、スピードが止まるか。4コーナー回ってきた。先頭は2番佐々木、佐々木先頭、外から一気に7番下岡捉えた。